んばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。よし、お疲れ様、ありがとう。結構長かったよ。どれぐらいあったかな今日。何時間だったっけな。6時間とか6時間半ぐらいだった気がします。今日は予定よりはちょっと早く終わったけど、目が乾燥しちゃう。ふふふ、サヤが小桃に触れてた。なんで知ってんの。なんで知ってんの。お腹ペコペコ。そうなんよ、お昼過ぎぐらいからやってだから、お腹ペコペコになってご飯食べて今夜まで踊ってたのでお腹ペコペコやった。ニコニコマークさん、尊い、ありがとう。喉が打ってきた、ちょうどごめんね。ニコニコマークさん、尊い、ありがとう。エイトさん、姫、ありがとう。赤緑さん、かわいい、ありがとう。こももに、あ、なんでこももにしたかってん、ノリって言っとってください。深夜テンションのノリって、サーヤのファンの方にこももがなんか広がってる。そう、シティラボもね今日8時に出てるので、結構ぐるぐるバットでちょっと頑張ったので、前半の方は結構簡単な方をやってたけど、ちょっとね。こもってコールしてもいい。でもあれよね、みんなでもおもちゃんって言うから、コールはね、あるかもしれんけど、一番かわいいよって言ってくれる時とかはぜひ呼んでください。風船怖くなかったん。でもなんか、怖いけど、なんか逆になんかニコニコしとったんやな、ね、私。なんでやろうか。すごいなんか深夜テンションのノリでつけたこももが。すごい呼んでくれ、みんながなんかめっちゃ呼んでくれてるから、自己紹介 MC のありかりにこもも OK、 全然いいよ。いいよ。そう、割られた後めっちゃなんか笑ってたよ、なんでやろうか。かいお花の ASMR はちょっと何の写真送ろうと思って、いつも同じ感じの写真あれやなと思って、スノーで可愛いやつ探してさっき撮ったお花
長めの真ん中が下がってくる。スノーで書く、なんかあれをいっぱいスタンプみたいな選んで取れるやつがあるのよ。一つ前のパイナップル、どうやったっけね、パイナップルっぽかった。うん、メイド変身もなんか小桃ちゃんっていっぱい呼んでもらってる。みんな結構気に入ってくれた。スノーってまだ現役か。スノー昔ツーショットの時にメンバーに進まれとった。あ、そっか、ツーショットってさ別に何のカメラでもええんか、あの携帯で撮るさやつは。じゃん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 気に入ってるし。小桃ポーズ、小桃ポーズどうしたらいいと思う、みんな。うん、これが普通の桃やん。どうしよう、これいつもの桃でしょ。モモドってちっちゃくするいや、これをねひっくり返したら小モモ、でもちょっとやりにくいかな。これモモなんですよ、ハート、指ハートを逆にしたらもう。でもちょっと難しいかな、手首痛いかな、みんな それいい？片手のもも、ちっちゃいもも、すごい大きいもも、ちっちゃいもも前も、こんな感じで。斜めでも全然。ふふ。こうポーズ。ももをちっちゃくするの難しいもんね、両手やったら。もう何かわからんなるもん。いいですか。ライブ中、ライブ中してくれる？大流行みんなやってんねん。ケイモンさん、バラありがとう。ひやさん、姫ありがとう。ランプもありがとう。ドラガンさん、姫ありがとう。現場監督さん、星ありがとう。マピアノのピーさん、星ありがとう。頭ありがとう。赤緑さん、かわいいありがとう。やりましょうやりましょうね。子供が好き両手がリス、嘘バイオレットクリアしちゃった。なんで私よりそんな早いコツを教えてもらおうか。こもも姫、でもなんかももかってお姫様みたいな感じしないよね。なんか近所で普通端くり回ってる子みたいな、お姫様感はない。あ、ピーチ姫か、そうやわ、
そこがあった。ピーチ姫がおった。あーこれでね、桃 もね、確かにお餅に似ちゃうねなんかさ、ここでさ、ガタ変なポーズになるんだけど、お餅になっちゃうから こんばんは。もちが好き、もち。親指と人差し指。あ。可愛い。でもおもちっぽくなっちゃうね。可愛いけど。もう可愛いねでも。あ、でもさ、これもいいけど、これも可愛くない？なんかさ、一緒やけど、なんかこじんまり感が出るやん。指先だけ。小桃感、ちっちゃい感が出る。ご自由にやりましょう好きなやつで、皆さんそうそう、そう、これラベルセットメニュー確かにバーコバー、みさまさんランプありがとう、まぼろしさんハンターありがとう、福ちゃんかわいいありがとう、姫もありがとう、てるさんわらありがとう、レモンさんバラありがとう、リマ監督さんお星ありがとう、大きく、でもね大きくだったらね、あでもファンの人とだったらできるんですよ、あれどうだっけ、あこうやってやったら桃になるんですよ、一人じゃできんけど、どうだった、こうそうね、反対の大きいもこうやってできるはず、ね、あれやけど、ちょっと丸交換が難しいけど、気持ちは桃ということで、桃ポーズはいつもこうやってやってます、おむすびに見えてしまう、嘘ここをねちょこっとこうするのがポイントです、もうそうしたら桃にしか見えない、ほらここをこうやっちゃうとおむすび感が違う、さあ玉ねぎポーズ似ちゃうね、ここを折る、これでね完成よ、ここさえ折っとけばもが好き、もが好き
このポーズはこれとかこれとか。実際ももはそんなへこんでないの。そうなの、そんなへこんでないけど、これまあイラスト的なももはこんな感じでやってる。実際は結構丸っこいよね。なんかちょっとくぼみはあるけど丸っこい感じ。ちょっと手で出すの難しいからね。コモンポーズは今作った。今日からですよ。混んでた方がそう思う感が。桃はね、最近より食べるかも。なんかジュースとか桃のジュース美味しい。メンバーによってはこもって呼んでてお願いしてない。恥ずかしくて言ってない。でもさあやには知られてるっていう、なぜか。面白いで、こもキャッチフレーズ。一番欲しいで、こもキャッチフレーズ何があるかな。うん、フィルムを作るときはそうね、雲も書いてなかった。あ、プロフィール見ちゃったのか。よく見とるね。缶詰の桃美味しいよね。私あとフルーツポンチの桃好きよ。フルーツポンチしたい。なんかさ、なんか容器に蜜やサイダードスン置いて、周りに缶詰のフルーツ、まあ、缶詰じゃなくてもいいんだけど、フルーツ入れて、で蜜やサイダードスンってして、メントスコーラ、メントスコ、メントスコーラじゃない、メントス入れたらシュワーって。あれやったことないんですよね。なんかそういうのがちょっとだいぶ前に流行っとったけど、ゼリー美味しい。なんか寒天みたいな入ってる軽食とかでフルーツポンチ出てきて美味しかったな。買いすぎて直視できない。白玉入ってたの？白玉入ってたの？そうなの？ね、配信でしたら楽しそうだよね。もちゃん喉、あ、桃や。桃5個食べても喉は痒くはならんけど、桃5個って結構でかくない？結構お腹がいっぱいなりそう。フルーツポンチさ、今日卵料理なんだっけ、あと調べたんだよね、今日何の日か。何だったっけ。白玉入ってなかったかも。自分寒天とフルーツとサイダーみたいな。ねえ、桃5個はもういちご5個のレベルじゃないよ。イロハスもまじ美味しいよね。私イロハス一気飲みしてこうやってペットボトルへこますの好きよ。
柔らかいから。桃缶を細かく切ってサイダースペシャルね。5個食べるよほんまに。こんばんは。もう白桃が好きかな多分。どっちも好きやけど。両方、確かに両方。このネクターってなんだ？なんだネクターって。あ、わかるかも。あって私名前知らんだけど見た目見たらわかる気がする。ちょっと待って。うん、あーこれか、好き。これネクターっていうのね。名前知らずに飲んどったわ。よく見る、めっちゃ見るやつだった。このさ、缶とかも可愛いよね、見た目も。しかもよくさ、自動販売機にもある。あ、しかもあと三ツ矢サイダーの桃も好きだなって思う。濃厚な桃、濃厚だね。フルーツも好きやけど、結構桃のお菓子とか好きかも。グミとかさ、ジュースとか。レモネードも多分ある。なんかレモンスカッシュみたいなさっきあったよ。いちご、桃のグミ美味しかったでしょ、前紹介したやつ。うちの方タルト、タルトアイス食べたことあるかな。自分いやポヤポヤが出てきとる。一番好きなの、ほんまに？なんかこのあくびが出そうで出んときって一番ムズムズせん。あのくしゃみ出んときみたいな、あの感覚。まあ、あの感覚今。早めに寝たら今日は11時まで話す、みんなと。話したいから
えばピノのマリオがあって、最近んピノの、待って調べたら出てくるかな。ピノがマリオとコラボしとって、そう、パッケージがマリオなんですけど、なんか TikTok で開けたらキノピオ出てきたみたいなとか、いろいろそういうなんかちょっと違うやつが出てきたみたいな投稿をいっぱい見て、めっちゃ当てたいって思ったら、あれなんか手作りだしみんな自分で書いただけだしそんなんがあるんかと思って、あ、それ見てた？うん、それがあるかと思ったら、うん、星型のピノはあると思う。でも私あんま当たったことないのよね。母が当たってた気がする。そう信じちゃったの。もうんちゃんクッパが一番。マリオってさ、みんな何が好き？もちろんピーチ姫好きよ。マリオ、イエー、超リアルなんや。ヒーヤンさん、ランプありがとう。カプラさん、ランプありがとう。キノコ、星ピノ3個、すごい運いいね。ピノキオかわいいよね。なんかいろいろかわいいんだよね。キャラクター見てみよう。ヨッシーもかわいいもんね。ピノキオ作ってる。ピノキオ作ってるの。でも今回の映画見るとクッパのことそんな嫌いになれない。ひどいのはひどい役なんですけど。あ、私はこれ好きなんですよ。なんか、この名前わかんない、あの魚みたいなやつ。なんかあの悪役のピョーンって飛んでくる、あの海のステージとかにいる。やつ。ぷくぷくって言うんだ。ぷくぷく。でもね、もうか、マリオ海のステージ嫌いないよ。もう本当にね、あのね、海のステージだけは本当にうまくできない。フグみたいな、そう、見た目は可愛いけど、出てきては欲しくないキャラ。ドラえもんの映画でジャイアンいいやつやんと思うと、そう。ね、海のステージ難しいよね。あ、マリオ泳ぎうまい。しなやかだよね、泳ぎ方。うん、基本マリオのキャラかわいいな。あ、パセリも話しとったん？海ステージ苦手よ、私。なんか、かわいいキャラいっぱいいるね。なんか、あれ？なんか、違うページに飛んでって、広告開いちゃったかな。ヘイホー上手だった？この間買い取ったやつ。キャラクター拡大したいのできた。
何ステージが好き？なんかマリオの一番最初の一番簡単なところの2個目のステージぐらいが私一番楽しいと思う。なんか青いブロックがあるステージ好きなの。なんかわかる？なんかなんて説明するの、地下みたいな。あれ地下なんかな。なんか青いブロック、あれはなんていうとこなんだろうね。地下のステージ。土管、そう、潜入ったみたいな。そう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 。で、ま、いいよ。地下、地下。そう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 。それが好きなんよ。なんか。あとあれが好き。金色のフのファイヤーボールのあれゲットできた瞬間が一番嬉しくなる私。あ、これこれこういうステージね。これで出てこない。ファイヤーボールの金のやつ、金のファイヤーボールやったら全部ブロックがコインになるの。あれは楽しいね。ピチ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 。敵が凍るやつも楽しい。滑るとこ楽しいよね。ミミィさん、姫、ありがとう。クッパの歌人気らしいよ。一番面白かったもんね、あそこ。ピチ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 。ちょっと違う気がする。クッパがそう歌うとこがあんの。ピーチ姫の愛よね、愛の歌みたいな。そう、公式動画で多分出てる。確かにピアノ弾けなさそうだよね、クッパ。ピアノ。あ、おもちゃない、歌ってもいい。ぜひ、ちょうどピーチなんでこの歌、皆さん待ってますよ。待ってますよ。ちょうどちょっとピーチ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 って言ってるので、こんばんは、こんばんは。ピンチの前髪がハートって、嘘、ハートだっけ。私も気づいてない。こんばんは。
アイドル界のピーチ姫確かに伝えそう。見てみよう、見てみて。こんばんは、こんばんは。チームの前が映画の中で言ってた？嘘でもかいありがとう。眠さに耐えて何かわかん前髪ハートって撮ってやるんやろでも髪でね寝てるとこうこうやってハートにするのはできるのよ。なんかけど前髪って難しくない？髪ハートって難しいよね。あできない。ハート作ろうとしてない。前髪のね長さが友知さん姫ありがとう。こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんばんみ眠そう持つよ大丈夫あと20分持つよ。ももが今一番ハマってるもの？んご飯食べる。いや聞いてほしい。最近ね、夜にお腹が空くんよ。夜ご飯食べても夜にお腹すくじゃん。だから昨日もワンタンスープとワンタンスープとで、あんま食べ過ぎたらいかんな思って、納豆だったらいいかなみたいな、納豆やったらいいかと思って、ワンタンスープと納豆、豆腐いいよねにして、うん、でも今日はちっちゃいご飯なし、うん、これだって夜食だもん夜食、夜中の2時の一番いいね。私も昨日ゆず塩ラーメンが食べたくて食べたくて仕方なくて、さすがにやばいと思って、ワンタンスープと納豆食べたんですけど、でも夜中ですよ、もう12時とか1時とかの話、いや1時でもっと遅いな、2時とかの話なんですけど、だからね、
でもチキンラーメンのちっちゃいやつ買ってきちゃったよね今日。ママにもこれ、え、食べ過ぎたら怒られる。怒られるっていうかやめときみたいなもう夜でみたいな感じ。まあでも正直一人前のゆず塩ラーメンも食べたいよね、量が多い。でもちょっとさすがに夜食に一人前は多いかなって思ってちっちゃいラーメン買ってきたのあの本当にちっちゃいの。今日しか食べてないの。あら、お腹すかんよ最近。現人しんちゃん先生さん、ハートありがとう。としさん、ランプありがとう。餃子つくま、餃子食べたい。夜食は何時までがセーフだろう。でも最近思ったんですよ、なんかさ、本当に5時ぐらいまで寝れない日あるじゃないですか、たまにね。あるじゃん、そういう日も。逆にもう4時とか5時になったら食べてもいいんじゃないかなって最近思うよ。だってもう朝じゃん、もう朝ごはんじゃんだから5時とかならもうそれはいいんじゃないかなって最近思ったのよ。でも多分その後寝ちゃったら意味ないんだろうなっていう分かる？そう、朝ごはん説を出すっていうそうでしょ、お腹減ったら寝れないよね、これ分かる。分かるよ。そう、寝る直前に食べるのがダメなんだよね。ね、そう、最近おはようツイートはなんか最近なんか目覚めたり寝たりみたいな、ちょっと寝つきが良くなくて起きてツイートしてちょっと寝てる。あのね、ほんと毎日ねツイートしようって頑張ってるんですよ。でもたまに寝ちゃって、あツイートできなかったっていうことがあるので、あのツイートができてなかったら、あ、ももちゃん寝坊したわいや、寝坊したというか、なんかもう10時とかになっちゃったらさ、なんかあれ、それか新幹線とかの朝移動で爆睡してるとかあ、それかもう本当に載せる写真がないとかまあできるだけはね頑張ってますもう完璧に毎日はできてないかもしれないけど、察します察してください。今日ゆっくり、いや今日はねもうね7時間ぐらい踊ったからね絶対寝れると思う。寝れんかったら逆に自分が怖くなるもん。12時におはようついてもいける？嘘、6時とかについてみて早起きだな。え、でももうかはそのあれを途中で起きてまた寝てることとかも多いから、そうだ、この後チキンラーメン食べてもいいかな
お腹すいたし眠たい。みんなもさ、カップラーメンのさ、カップラーメンないの？ストックないの？たくさん動いたよ。確かにね。そうだよね。カップラーメンのストックあるんじゃない？あるの？あるの？あるんだ。私あんまりカップラーメンのストックないのよ。一緒に食べれば怖くない。そうなんよ。あ、家のすぐ、家の近くにコンビニはダメだね。もう買っちゃうよそれは。マリコホントすぐ買ったんだもん。私のチキンラーメンどこ行ったあれ買ったんですよ。あの、あ、卵も買ってこればよかった、チキンラーメンに。卵温玉にすればよかった。ストックしててもすぐ食べたくなって。そう、そうよね。でもかも、でもね、食べ過ぎはよくないなって思ってるの。好きだけど。だからあの、だからあの、あんまりストックしないように気をつけてるよ。だから今日も今あるのはそのチキンラーメンのちっちゃいやつだけです。卵あるのいいの？そう、ストックがあるとダメだよ。なんかね、の私の家族は毎年高知のたこ揚げ大会に行ってたんですけど、たこ揚げ大会っていうのは、の大きいたこにあの正月とかのたこね、たこにあの紙がいっぱいついてて、その紙拾うとお菓子たくさんもらえるイベントがあるんですけど、で毎年ガチ勢で、うん、姉ちゃんが話してた、そうです、うん、本当に立春期結構ガチ勢でたこ揚げ大会に対して、でそう、パパッセンが得意だから、パパッセンがめっちゃ取ってきてくれるんよ。でもかも人に揉まれながらも何個か取るんですよ、頑張って頑張って取る の走るのとかは好きなのでね。でもう毎年お正月、冬かな、2月ぐらいになるとうちの立春期は段ボールいっぱいにお菓子が部屋にあるぐらいのあって、そのゲットしたお菓子を家族で分け分けするんですよ。これ欲しい人ってやって、こうやって、で段ボールの中にいっぱいお菓子があるけど、なんかもうすぐなくなるの。もう全部一気に私食べちゃうから、なんかこれは、そう、こうちゃんどこでやってたんだっけあれ、どこの中に、で、なん、どこなんだろう広場みたいな、でっかい、うん、ガチで、そのでかいタコのやつ、そうです、そう、それでもういっぱいの段ボールいっぱいに入ったお菓子はお母さんに、今月はこのお菓子やけん買わんからねって言われるんですけど、もう一気に食べちゃうから1ヶ月も持たなくてうん、ストックはダメだ、私は向いてないからストックしないようにしてる。
東の方、東の方です。何も分かってない人。かのちくん、食べ物だよって書いてたから、多分そう、詰め放題とか、え、そう、好きやん。そうなんですよ。そんなにお菓子ゲットできる、いや、それが神イベントでして、無料なのにお菓子が大量に手に入るという、本当に神イベントなんですよあれ。まあその分体がめちゃめちゃ疲れるし、結構人に飲まれちゃうので痛かったりもするんですけれども、まあ、ちっちゃい頃の私は結構あの大人とかにまみれちゃうと結構大変だったんですけど、あのでも神イベント、本当むちゃん落ちてるの、みんな落ちてるの拾うよ。なんか上から紙がいっぱい降ってくるよ、ぷわーって、で地面に落ちたって取りに行く。逆に今やったらどれぐらい自分が取れるのか、持ちなりガチで、持ちなりもね好きでした。なんかね、そう、もう持ちなりが好きすぎて、けど前小学生の時にあのお友達がのお友達と一緒に行ったんですけど、餅が目に直撃しちゃったらしくて痛そうだったので、結構もその時ちょっと餅そんな痛いのかと思ってちょっと怖くなったこともあったんですけど。子供に割れて本気ですもんじゃ。いやー、まだ子供だもん。持ち痛いよね。でもさ、お餅なりってさ、なんかさ、え、そうね、家建てたら餅なりしてたよね。なんかさ、背高い人キャッチするんよ。もうっていうか、あの全然ズルとかじゃないんですけど、うますぎと思ってキャッチするの。私落ちたやつ取ることしかできないから、みんなうまいなって思いながら見る。だからそんなすごい取れるとかではないかな、ちっちゃかったし子供だから、もっと。いや、野球やってたからね、私そのドッジボールとか苦手で、ボール系本当に怖いのがもう絶対落ちたのじゃないとね、落ちたのを頑張って拾って、あのお餅美味しいんですよ、柔らかくて、なんかもうつきたてのお餅みたいなぐらい柔らかいやつやから。あ、五円玉投げるの？なんかたまにでもお菓子とかも投げられてたよ、子供用人なのかな、私それも取ってた。広島でも餅投げしてるのかな、コロナだからないのかな。ボール顔面に当てられたの、え、なんかボール顔面には当たってないけど、もうお腹にドスンってされたことはある。なんかすごい、なんかすごい狙われてお腹にドスンって。痛かったな。あとフリスビー、あれフリスビーなんどっちだ。あれない、フリスビーか、フリスビー、あ、お腹にドスンはドッジボールのボール、フリスビーのなんかそう、ワンちゃんとかが取るやつなんですけど、まあ、人間もやるじゃないですか、やるっていうか遊ぶじゃないですか、それ
のドッジボールみたいなやったんよ、中学校3年生、いや2年生、いや中1や中学校1年生でフリスビーでドッジボールをやったんですけど、もうなんか初っ端から顔面にぶち当たってしまってガンって、それでめっちゃ恥ずかしかった。痛くないけどなんかすごい気まずいっていうかすっごい、しかももう初っ端、本当に一番始まってすぐに顔面に当たったから、もう本当気まずかったんですけど、あ、顔面セーフでしたよ、大丈夫、ちゃんとセーフだったんですけど、当ててきた子はその知らない子っていうか、喋ったことない子だったからめっちゃ気まずかった恥ずかしかった。そういうルールやけん、そういうルールっていうか、全然相手が悪いとか全くないんですけど、気まずい瞬間やったね。清楚、逆にセーフなのが気まずいんよ。画面だから大丈夫だよって言われるのが気まずかった逆に、だからなんか友達とかに大丈夫だよ、画面やけんみたいなそう言わんでって思った。もーちゃんが好きな男、もーちゃんのことが、いや違うよ、全く本当に喋ったこともないような人っていうか、別のクラスの喋ったことない人だった気がする。このままボールとか速く投げられる、うん、もうキャッチしたことない人生でほとんどドッジボールを、なんかなんで男女でドッジボールをするなっていつも思ってる人だった。だってもう本当にもうボールの速さがこんなんじゃん。女の子もまあ上手い子いるけど、めっちゃ怖い、ドッジボールなんかあんま好きじゃなかった、怖くて。うん、ずっと逃げてばっかりだってもうか、女の子のみんなでドッジボールをやっても、ドッジボールをやってもキャッチできないぐらい下手くそなので、下手くそっていうか怖いので、可愛いからあえて狙われたのかと。違うよ、最近のボールは当たっても痛くないボールを使用してる。そうなの、なんかもうの時なんか硬くて痛かったよ。パッとメンバーでドッジボール大会があったんです。ダメだよ、みんな絶対強いじゃん。なんかもうやばいよ私もずっと叫びながら逃げないかんだねこもさ、朝弱いよ、慣れられないかも。ほんとみんなさ、私とドッジボールしても慣れない、不安みたいにしてくれる逃げるのは得意そうなんや、逃げるのは得意よ。大の大人が本気でもうちゃうねな。なんかほんとみんななんか結構もうももとドッジボールしても結構当ててきそうな感じするんですけど、気のせいですか？あ、守ってくれますか？本当ですか？2期生 VS 3期研究生ドッジボール大会、どっちが強いやろうか、どうやろう。でも3期研究生のみんな身長高いからな、関係ないかな
もちゃんの方にはなる、多分ガチで、なんかガチでなれる人もいるよ、なんか。あれあれ泣くほど当てる。ひどい。半々ぐらいなんだけど。いや絶対絶対それはダメだわ。もう怖いから、ファンの方とドッジボール大会はダメだな。バドミントン大会はやりたい。ドッジボールとか野球とかになったらもう一瞬で負けるからダメ。バドミントンは負けそうやけどね、多分。まあでも痛くはないからいいかなって。卓球とかはね、いいよね。スイッチのスポーツは面白そう。ゲームは面白そう。マリカーとか。でも私ゲーム弱いんだった。ダメじゃん。お時間ですか？ほんまや。1時間早いな。メガバイトちゃん、またありがとう。ドラゴンさん、ランプありがとう。チューベストペイさん、またありがとう。トシさん、ランプありがとう。カップラさん、またありがとう。ユタさん、ファイトありがとう。コモポーズが誕生してそうだね。ハブラさん、ありがとう、ありがとう。ラーメン、ちっちゃいラーメン食べるか悩んでる。今日もいっぱい寝ましょう、みんな。お眠の時間です。今日はね、きっとすぐ寝れるよ。いっぱい踊ったから大丈夫だと思う。食べちゃい、みんなも食べていいんだよ。もうちょっと聞きたいけど時間だから、ありがとう、聞きたいって逆に思ってくれて。おもちゃん夢で出るよ今日は、きっと。では読みます。にゃんさん、ナンパありがとう。13位のみゆさん、ありがとう。こももちゃんポーズ普及させよう、普及させよう。また一緒にやろうね。ありがとう。12のダイさん、ありがとう。11のアリニジーさん、ありがとう。12のコウスケさん、ありがとう。9のジェタンさん、ありがとう。子供が好き、ありがとう。18位じゃないわ、もうダメだ。8位のアザースさん、ありがとう。桃子組、桃子組。7位のフミアットマークフフさん、ありがとう。6位のきびだんごひこにいさん、ありがとう。5位のふくちゃん、ありがとう。子供の前沈んでます、落ち込みます。4位のマピアノのピーさん、週末のツーショットでコモポーズが楽しみだ、ありがとう。しかも写真も変えてくれてる。ありがとう。
最後カブラさんありがとう、好きなそう好きなそう2位のドラゴンさんありがとう、ぽやぽやな小桃姫の可愛さん今日もぞっこんです、ありがとう1位のもうかしかせない病やねえ世界で一番桃香が巣止まちたー聞こえてた？聞こえてないかな、桃香聞こえてた？さっき一瞬止まっちゃった、止まっちゃったよね、どこから止まっちゃった？教えて教えて、1位そうやね、1位のもうかしかすの病世界で一番もうかがすすやーあれすまですまですまで、あと一文字が一文字がないな、ふふふ、巣で止まってた、そう今日もありがとう、今日もねめちゃめちゃナチュラルメイクではあるんだけど、あるんだけどすっぴんではなかった、久しぶりにほぼほぼあれやけど言えないんだよ、今度言ってないじゃん、今日も可愛い、ありがとう、こももん、おやすみ、おやすみ、うん、かわいい、ありがとう、バイモモ、バイモモ、おやすまたね